ション編集部イケチンです。さあ皆さん、ついにこの日がやってまいりました。7月だろが年一です。さあというわけで、年に一度のやっていきましょう。ピー年一ですからね、限界までピーを取らせていただきました。さあこちらの番組、毎月7日に収録させていただいておりますが、年に1回だけ7が揃う日がある。それが今日。事前の抽選人数ね、見えてるだけでもう4桁にはなっておりますんで、果たしてこれがどこまでの人数に膨らむのかも楽しみですし、そんな中私がどんな実践をできるのか、そして一体どんな店内状況になるのか、本当に楽しみでなりません。早速行ってみましょう。ピートレすぐ見たいんで。おはようございます、汗だくです。本日ですね、最高気温が40度に達すると予報が出ております。7月7日です。抽選人数が約1300人。そして私が引いた番号でございますけども、行きましょう。はい、こちら504番。ただまあ総台数がスロット200台のお店ですんで、まあまあ来る人だけ考えたら半分ぐらいになるかなと思いますから、なんか座りたいよね朝一から。一体何に座れるんでしょうか。入場です。おはようございます。さあ行きましょう、楽しむよ。北斗空いてねえかな。まあ無理だろうな、無理だな。すごいよ、もうバラエティもバンバン埋まってる。ダメだ、もうジャガも空いてない。バラエティで探そう。この辺が空いてるから、この辺が空いてるから。さあもう空いてないから、ジャグも取れなかった。そうか、優先順位としてはバラエティよりジャグの方が高いんですね。はい、というわけで本日の朝一の店内状況でございますけども、もちろん全部埋まってます。で、ベブはね、何番ぐらい踊ったら一桁番号、20番以内です。20番以内。からくりが46番か。モンキーは30番台。北斗が割と早いんだ。遅い人でも80とか。北斗めちゃくちゃ早い。バンゼロ2番、あ、バンホネ2番と4番とか。さあカバネリ5番、29番、早いな。ジャグラーも完全に埋まっております。わ、でも嬉しい。こんだけの中で4番の方とか狙ってんだよ。4番でマイジャグ嬉しいです。ちゃんと狙いだったんですね。積もってほしい。これはかっこいい。4月7日に4番でマイジャグに行ってくれる人がいるんだよ。めちゃくちゃ嬉しい。こっから見てこっち、はい、カメラ振って、壁際のバラエティ最後に埋まったコーナーですけども、とりあえずもう全機種全台はやはり埋まりました。まあ僕もバラエティ勢にはなりましたけど、まあ、嬉しいです。嬉しいです。面白いね今日ね、バラエティ勢埋まるのがね。スマホで調べながら打ってしまったんですよ。そりゃそうだよ、僕もそうですけど、この辺の機種を狙って打ちに来てる方いらっしゃらないでしょう。でももし番号悪かったら打とう、これ打とうかって言ってた機種の一つではあります。で、いろいろ考えました。今日ね、抽選人数1300人なんで、で番号が良かったらブブブカラクリモンキーのあるコーナーです。でそこがダメだったら北斗に行こうねなんて話をしたんですよ。まあ、番号がいかんせん500何番、入場も200半ばだったんで、まあ、相手の騎士でいうともう本当にこの壁側バラエティのみです。一応このセブンライダーズ壁際で候補だった理由が、言ってる通りセブンライダーズなんですね。今日が7月7日なので、まあ何か7に関する仕掛けをしてきてくれればいいなぐらいの淡い期待です。本当は松奈とかも考えたんですけど、ヒドレックマメ単店でね、200台の店で松奈だけで、20台。いやもうそれで他にあんまり入れる余裕なくなると。まあ前代系とかも作りたいでしょうからね、派手に。
そういうことをやるにしてはちょっと、まあ、10分の1とかの祭りで持ってかれるのは重いだろうなと。正直こじつけなので、ぶっちゃけたらもう あんまり期待してないですけど、ただその最近稼働の強い日、週末と7の日がかぶった時とかは、この壁際のバラエティコーナーからも割とちょこちょこ拾えてるんですよ。なので、望みは捨ててないです。ああ、そして、早くもです、からくりサーカスから主人公3人出てました。出るよね、7月7日だもんね。皆さん意外かもしれませんけど、僕7月7日にビートレックマーマイド五反田店にこうやってお邪魔したら、いつぶりか分かんないぐらいです。去年まではゼロメの日はこういう収録とか禁止だったんで、あれっていうか、ちょっと待って、その前にさ、ライダー調べながらって、バレエディコーナーみんな調べながらってさ、今ね、設定差がどこにあるのか調べました、平行ベルと、ね、斜めベル、パチンコ数えてくれないみたいなんで、もう僕は大丈夫です周期早いってこと当たるもんね。違和感あるぐらい早く当たれば上で、ケツまで連れてかれるようになるしさ、 OK。別に設定するところを適当にしようとしてるわけではないです。今日は大丈夫です。7月7日なんで、みんなが楽しんで帰っていただければ、僕も、積もる積もらないよりは積もちろん積もりたいですよ。楽しんでこの雰囲気を楽しん でこんな店内状況だったってのを伝えて終われればいいなと思ってます。たまにはそういう取り高でもいいじゃないですか。今日は名古屋移動もあるしね。これダイドできないの？まあでもしょうがない。こういう日は迷ってる間にも全部埋まっちゃうから。期待度高いんだっけ、速攻モードって一周機能やつ。皆さんはこの仮面ライダー、セブンライダーズのゲーム性覚えてますか？覚えてない、別に調べなくて結構です。全長中まで方何人以上、4人以上だったら熱いんだっけ。4人以上いたら確定とかだったな。あんま覚えてない。できました。ここで本日一発目の周期です。さあ行きましょう。一周期目、アマゾンは何なのか。アマゾン大切なんだ、大切なんだよ。一撃必殺ね、確かレア役だ。いや弱い、ゼロで。スタートだけど一周決めはスルーさあ、私の台は静かな立ち上がりでございますけど、店内はね、もうすでに良さそうです。特に良さそうなコーナーがよ、これ予想外でした。6.5 の島、エウレカの ART とシンゴに、あとカバネに、その横の永遠までかなりいい挙動をしている方が多いので、下手したらあのボックスごとやってるんじゃないか説が今出てます。さあ果たして稼働員ならさ、出玉切って派手になるもんね。そうか、そういう見方もあったか。さあ帰ってまいりました。もうだいぶ見えました。多分本日はサミー系のマシンにいろいろこれ食って入れてるんじゃないかと。ギアスからもう3台ですね、ドートロ以上が出ております。エウレカ ART もさっき言った通り、前代共同いいと。で北斗からもうキリントロフィー出ました。まあ、人が集まってるの分かってるんで、分かりやすくそういう演出が出るサミー系の台ですね。考えたらそうだよね、プラス 6.5 のパッと見の手玉で分かる部分か。そりゃそうだ。いやー考えてなかったな、俺自分の台一回も立てない。店内状況しか見てないもんね今な。気になるじゃん、7月7日絶対セブンライダーズ、俺がこれ打ち続ける挙動よりも店内状況の方がためになるぜ。さあ行きましょう。これで2周決め、いやー当たってほしいような当たってほしくないようないやーなんか当たる気しないね。当たったら設定差だよ。1周決めはね、全設定共通で割と当たるんだけど、2周決め3周決めはほぼ当たんないからね、上しか。
でもまあ3人はちょっと弱いな。赤字これ当たるだろ、もうカウントする出ない。キックだもんな、やめだー勝つー一周期403。エウレカのエアリティ挙動いいって言ったじゃないですか、筋トレ出ました。やっぱりな、今日サミ系だな。さあ行きましょう、下段でなんだっけ、開始画面もなんかあったよな、ベルレンだよな、ベルレン、テンペラーダークが 50% よね。あとメーター1個6ゲーム、ベルマックス状態よ、どこまで引っ張れるか、頑張ってるよ、いらない、いい抜けた、頑張ってる、続いた、共通、いらない、よし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 、ドン強制、これなんか発動し勝つね、せらない、はい、おいお前大丈夫か、おいマジで、うーわうーひどくない、強制はこういう例でしたっけ、正直言ってんすか、やめたーい、やめたよいやすごい無慈悲な終わり方だったね、えってなっちゃったね。あ、V3 じゃん。さあというわけで1周決めて当たりました。発展しちゃったね。というわけで追加3本、134ゲームの1周決め2回目いきましょう。これ回さなきゃね、今日ね、やっぱいろんな人が遊びに来てて、地方から来てくださってる方もいっぱいで、これね、ステッカー渡したり写真撮ってる人、俺全然回せないんだよね、ごめんよ、喜んでほしいだもん、全部、あ、そうか、あと5ゲームで、おーい、頑張れ、50パンやろが、頑張れ頑張れ、こんな減らないの、むずっ、終わり、むずいむずい、こんなむずかったっけ、ねえ、なんでみんながこんなに楽しそうにニコニコ盛り上がってるのか、俺こんな苦しまなきゃいけないてかさ、最新部行き過ぎじゃない、マジでこんな辛いの、そんな今このタイミングで言ういいいい、3周期目当たるの、いやー本当絶妙にやめづらいんだけど、周期の当選率は悪くないよな、これ当たるんだったら当たるわ、まあ4人だもんね、当たるよな、もう思うね。
というわけで三振が当たるね。一応チャンスシェイキということで356、これで2周期目、1周期目、3周期目で追加が9本の総投手がもう25本だよ全部出ないね、変なの。このコンボは何で発動したんだろう。コンボ強すぎるだろう。散々強調してこれしかいられるのにコンボ強すぎる。誰からなんでも勝った。よーよついに、ついにで残ったゲーム数でなんかそのライダー参戦させんだよな。ゼロだからこれダメだよな。思い出しても来た、うん、ここからが、敵によって来たいとき違うけどトータル 80% なんだよな。 77% かすごいじゃん。今日7月7日で絶対6だよ そうこれマックスになったらなんかもらえるんだよね。仲間の分だけ一応初めにもらえるのか。そうね、そう、えらい。じゃあ結果45いきましょう。2戦目闇のライダーが結構雑魚いんだよな。それでこれ、セラライ。よし。こんだけ増えるといいね。セラライ。出るね、セラライ。オーケー。セラライ。オーケー。セラライ。はい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 。セラライ。おーいはい、行くよ、行くとこまで、ほら。トライトライトライ。うおー、食べる。黄色長えな。緑行かせない。さあどうですか。チョーリソー。さあ残り20秒。これはいけたな。はい、OK、OK、かなり余らせただろ。オーケー、19ゲーム余ってるぞ。いけるぞ。これ残ったゲーム数で、仲間を固定するんだよね。そうすると継続率が上がるんだもんね。引けないか。いやーもうやだやだやだ。これ3ゲームよ。無理ゲーっぽくねこれ。セラライ、セラライ。もうリプレイ1回で終わりならきつすぎるって。でもというわけで7月7日いかがだったでしょうかいや大変盛り上がっていました。というわけで来年の7月7日、ピートルコマメドを盛り上げるのは僕じゃなくてあなたたちです。また来年お会いしましょう。さよなら。えいえい。中段チェリーいい感じなの。俺適当に押してたけど追加かな。大丈夫追加だ。
これそうだね、多分これ中段チェーンのやつだね、なんか8分の10列がじゃんわけ。さあ行きましょう、皆さんお願いします。4月7日おめでとうございます。ああああああ俺そろそろ怒られるぞ俺そろそろ、いやいやしっかりしろお前、気持ちはわかるけどしっかりしろ。3ゲームいけるぞ、よしよし、釣らない釣らない、熱くなってきたよ、いったんじゃねえか、おっしゃ抜いた、無駄にせず済みました。またお前かよ、やってやるよ、誰の見た目が十面鬼に似てるんだ、似とるわ確かに、全然いらねえもんこいつ、俺これ無理かもしれない、みんなごめん、俺これ無理かもしれない、3周期目までする人はもうやめよう、そうしましょう、今日言ってたね、名古屋移動があるんで、さすがに動画として何か絵を作らないと、もう本当にこの台、この台やべえ、本当合わん合わん、抜けたらやめましょう、もう解放してくれよ、俺を解放してくれよ、ソイどうだ、ソイソイならどうだ、ソイならパンチパンチパンチ、よーしよし、おかしいよし、おかしいけど、マジでね、合わん、タッチが悪い。さあお昼の天覧状況でございますけども、おお、やっぱ1台は絶対入ってるな、まあお隣も3000枚出てて、マクロス3000枚3000枚1000枚か、チバリエも今日はあれだろうと思いましたけど、7000枚出ていないと、あまだ出玉はついてないんだ、これは何とも言えないな、ね、ラブジョーがね2000枚1000枚1000枚ですけど、真ん中の台がねすごいチャンスターの入りが良くて、挙動がいいですよと、ラブジョー好きという方が打っておられました。ハラクリサーカスは、ギーアシハナで主人公3人主人公3人、あ7000枚出てんだ、これギーアシハナってことで、まあまあもうすでに四つとも何かしら出てるんでね、全あってもいいんじゃないかと。で裏のモンキーに関して言うと、初当たりを引けてる台が1個飛びなんですよ、9、10、11っていうのがあって、間はちょっと調子が悪いんだよね。で真ん中の台がね弱点直撃してるので、まあ挙動は右と左は悪くないと言ったんで、まあいつも通り5台中3台ルブブはまだ決着ついておりません。さあ続きまして奥の件でございますけどね、初当たり決めるのが多いんで、12回10回9回、もう2桁近い台が超多い、9、まあ稼働がいいのもありますけども、明らかにいつも以上に初当たり回数引けてる台が多いです。この岡田の方が3000枚ですけど、気になるのはこっち、この稼働3台目が直撃に変えてて、その他要素もベラボーにいいと、マイナスだけどあるとかな、自信ありますって言ってます。あ、ギアス開いちゃったんだ、うわめっちゃありそうじゃない。でね、今日この台だけ出てますけども、松永が何気にいいんじゃないですかっていう報告多いんですよ。
カバネリはモマレデプラマイゼルとクラステンマイ三台並びですね。ジャグラーはね、なんかね松ならがいいって声が多かったの。あ、これか14の18か17の7ファンキー、これちょっと弱そうだ。あ、でも千枚浮いてんだ。あと今日アイムが全じゃないかって声も出てて、これ13の17で、で綺麗なグラフだね。107分の1で裏が10の19で119分の1で14の16、ちょっとグラフ見ていいですか。13、14の16で118分の1。すいません、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、20の14で91分の1で、そのドライも14の11なんでね、今日はアイビーが前っぽいね。で、最後これまた松田な。あー、レギュラー186分の1だもん。10の19今日松田な全部強いっぽいね。心折らないように頑張ってください。このパールさんも松田なんですよ。で14の14でちょっと今見れなくなっちゃってますけども、一泊持っててファイヤードリフトがちょっとすごいことになってくる。グラフ見て、チサはね奇数寄りだった。最悪はない状態になってるって。壁際はポロポロと出玉の札がついてる感じですかね。ユニカが3000枚出てますね。でスカイラブが5000枚。さあというわけで、一通りお昼の店内状況見てきましたけど、まあやっぱり7月7日ということだけあって、いつもプラスアルファの感じはする。あとは、すいません、予想を外しました。多分バツ7はこれやってると思います。前っぽいのがカラクリとエウレカ ART とアイムか。まあまだブブブと見えておりませんが、この後夜になればもうちょい見えてくると思いますので、私も打っていきましょう。よし、さあゼロ来たよ。危ねー、ゼロ、いいける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 ぞ。おお、出ない、うー出ない、嫌な予感、うわー粘る、出ない、いやーもう時間出ない、繰り上げの時間出ないよ、一日中うざるだれだこれ、何これ、もうここで5人だもん。行きましょう。リプレイで終了なんですけど、リプレイで一発勝ちしました。まあいっか、やばらー、もう千田ちゃん引けよ、もう一回。おー引いた、マジで引いた、マジで引いたよ。引いたぞ。今日2回目。セラライ。ここはフリーズないのか。勝ちだけだろ。ただ勝つだけ、本当に。リズナホールド、よー上手した。これなのよ、必要なのは。よー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 。さあというわけで2人ホールドしました。
3人状態からですからね、絶対大丈夫めっちゃ暴らせられそう。行くんじゃない、一気に行った。24ゲーム余りどうしたらホールドしよう。今日4人目だぞ、入れた分全部返してもらうため、僕は入れた分を全部返してもらいます。よし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 、めちゃくちゃうまい。これ有利切れなかったら逆にまずいぞ。やるぞ。これで仲間4人ホールドで、こっからが急にこれなんですよ、ホールドしづらくなんだよね、強すぎて。この5ゲームがでかいじゃない。いいよいい。なんでさっきまでこんなに減ったのにキック減らなくなるの。なんでこんなに今までやったのにこれしか減らなくなるんだよ。ボギーしないし。おお、一気に倒した。なんなんだよ、アンバランスが過ぎるだろ。よしもらいましょう。何もらえんの、せれない。まあでかい、まあでかい、まあでかい。スタートかじゃない、スタートかもしませんもん。お前しかこんじゃんか。赤ボタン必殺技。よああ、一発めっちゃ余ってるぞ今回。35、こっからがたまんないのよ。出らない、これじゃたまんないのよ。強行やけども 4.6% しかないんだ、中断地でやります。青か、いやもう実質効果マックスみたいなもんだ。さあ17ゲーム、よっしゃ危ねえ。俺必死だね、すまん、必死だね。そりゃそうでしょ、俺もこのチャンス逃したらもう今日終わりだと思ってるもん。むむ、距離は闇のライダースゲのチャンス期待で 66% だった。あとなんかあのバトル中にまですげー細かく法則いっぱいあるんだけども、無視しましょう。あ、ストロングアウトじゃん。あ、ストロングアウトしたの。え、もうあと一人だよ、マジで余裕で倒すよ。ほら、はい、目の一部切っちゃる。しました。いや今なんで限界突破入ったか調べたら、ストロンガー3センチの一部で行くんだって。なんでまずストロンガー参戦したんだ。まあいいでしょう、めっちゃ強い状態です。とにかく全部が優遇、攻撃も優遇されるし、仲間の参戦も優遇されるけど、仲間ここだけだと。ベルデ のストロングが増えたんで、ベルデの 0.1% だってで、あとの一人は、もう子役で抽選してないです。中断チェリーだけです。なんかスタッフが見てくれたんですが、あとはセットの継続時の256分の1で限界突破いくらしいんで、どっちかじゃないですかと。いやでもこうストロングが入って不調にしたから、多分ストロンガージの一部だと思うけどな、俺は。意外と危なくない？ストロンガー入って限界突破したら落ちるってないでしょ。
一気に一気に行け、一気に行け、一気に行け、これでやって、これでやって、これでもう倒して、よっしゃ、危ねえ、めちゃくちゃ怖かった。セブンライダー怖え。いやでもやみつきになる比率はあるな。またお前かい。強制を。なんもなし。強制引いて。うわあ狂っちょるマジで。すげえベルレン。鬼のベルレンをかましてる。惜しかった。めちゃくちゃベルレンが増してる。久々にめっちゃ待ったぜ。18ゲーム、さあ中段チェリー行くぞ。中段チェリー今日2回引いてんだから3回目行くぞ。中段チェリーで、もうだってもう他の500じゃ抽選してないんだから、無抽選だよね表を見る限りはね。あ、まくった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 、素晴らしい。でもさ、やっぱここまで来るとだいぶもうなんか安心感というか無限期間になった感じするよね。切れるまでこのペースで行くだろうね。下手こいたしなければそんなの関係ねえで行きたいね、これね。おっぱっぴーしたい、おっぱっぴーしたい俺。さあ27ゲーム中段チェリーチェン、中段チェリーチャンスってバカだよ。でもね、27ゲーム間で中段チェリー引くチャレンジでしょこれめっちゃ多いけどね、普段5ゲームとかでしょ。中段チェリーチャンスだだ無駄名義、無抽選はやめて、せめてさゲーム数の方に回してよ、もったいないじゃん。もうあとの闇のライダー出てこい、1回ぐらい出たストロンガー。さあ再びやってきました中段チェリーチャンス、今回31ゲームもありますよ。引けるのか中段チェリー。お、おお、止まった、え、全員止まったよ。了解了解、これ全員集めるとあの速攻モード極めに行って、でまあ、ジョイエティが濃厚な状態になるってことね、はい、さあ闇のライダーカモン13セット目、なんでお前が出てくるの。でも大丈夫、全員いるからもう終わってもあの必ず、速攻モードの極め行くんで。これ全員溜まったらどうするの、これはね、全員行ったまたどうするんですか、どうするつもりなんですかね。ここで中段チェリー引いたらどうするつもりなんですか、京楽さん、今日チャンス目ですよ、どうするつもりなんですか、これ何をしてくれるんですか、あなたたちは何をしてくれるんですか。スタッフの方は思うんだけど、じゃあいっぱい行きたいイエイエイエイ、はい、アマゾン、これで何連、19連、よし、さあこれで20連かな、20連、いやあの嬉しいです、嬉しいんですけど、やったーとかいう感情はもうだいぶ薄れてきました。よし20連やったぜ、並んです、比率戦いでもここまでやっぱ並んです、勝っちゃうもんどうやっても。どう、もうこれエンディングじゃない、どう、これ来るんじゃないか、普通にするんだ、あ、まだ、あ、やっぱそうだね、やはり来ました、予想通りここでエンディングです。ありがとう、さあおしまいですよ、はい、ここでガンガン、そう、あ、どうか、どうそんな予感したわ、で奇数が出てたんだよね、
まあ、そういうことですよ。じゃあ、ね、でもやっぱりねこの壁際のバラエティにもある程度振ってはくれてるっていうのがこれで証明できたんじゃないですか。よかった。ただの別にセブンライダーズは多分考えなくて、今日はあの強かったのは松永です。速攻モードの、極めに行きます。必ず一周期で当たります。これ全然出ないもんね。246とかもね、まさかあんなにブーブー文句垂れたけど、あれ奇数設定してか生きると思わなかったの。というわけで一周期91ゲームゼロライ。あの一戦突破がもう保証でついてて、さらに限界突破付きというものになります。継続期待度が 84% のストック1個行くぜ。おーおーおー、はい、限界突破ここです。ここで保証ね。でここからまた1から仲間食べなきゃいけないから、マジできつい。これはもう本当にダメか、ダメか、ついにか、ついにか。いやきつい5ゲーム。これ生かせば、うわーくそ。まだこんだけ感情の起伏あるんだから楽しいんだろうね。ましょう、セラレイ。まさか勝った。おっしゃ、楽しい。セブンライダーズは楽しい。結論はね、こんだけ かき乱されてるから楽しい。多少思うところあるけど楽しい。この同じように繰り返しどうしようか。俺何も喋ってないし、ああいやいけるいける、なんで攻撃しないの、いけたいけたしか言ってないよ。誰なんだい。さすがにきつそうです。なぜなら俺の気持ちが折れているから。もう解放されたい自分がいます。すいません。さあゼロになりました。もうセーラーでも言いません。ライダーのポテンシャルを知れた俺は。さあというわけでここまででござる。有利切った後もう一度入った限界突破1500枚、十分でしょう。10連敗でほうということ。一応一周期だけ見てやるかな。お疲れ様でした。玄関病7月7日最高です。はい、いやーやりましたね。まさかのセブンライダーズで5000枚。7月7日は500万で5000枚出せますよ。さあというわけで早速ですが本日の結果の方報告させていただきます。本日朝一から言った通り仮面ライダーセブンライダーズにしておりました。なぜなら壁側のバラエティしか空いてないからだよ。そんな中ですね、投資の方もあれよあれよと31本膨らみました。46枚貸しでございます。ローデン1426枚、回収が言った通り約5000枚、正確には4936枚でございます。サバイスでプラスの3510枚という、いや年に一度だから俺だってこれぐらいの引きは見せなきゃダメだろ。いやもうパチスロっていうのは出せば官軍ですから、今日は大口叩かせていただきますよ、ね、やったね。で久しぶりに打った、仮面ライダーセブンライダースでございますけども、まず予想はね、ドートロは出てるから2以上でしょ。
で、まあ、実践中も見ていただいた通り一応奇数しさがちょこっと出てたんで素直に受け取ったらまあ5でもあってもいいかなと思うんですよ。で、辞める前最後3周期とか結局抜けちゃったんですよね。だから何とも言えない状況にはなってしまいましたが、まあ本日7月7日の店内状況を加味したら5もあっていいのかなっていうふうには思いました。いや大口叩かせてください5 その大口を叩ける店内状況もご覧ください。どうぞ。さあそれでは最後店内状況を見ていきましょう。7月7日まあ8周年は27日なんです。覚えておいてください。この一番奥のコーナーいつも通りです。3台の中に1台はあったんでしょうね、ここレフリー出てました。あとは菅レフリーで、千葉リオに関しては5000枚オーバーと7000枚オーバー出ております。そして見てください、金パルが7000枚オーバーでございます。でマクロスフロンテに関しては3000枚5000枚1000枚ですけど、多分一発こいつ伸ばしてるんでこいつがあったんでしょうね。中身聞けずに終わってしまいました。で永遠の消防隊も5000枚出てます。これ回ってもよかったんじゃないでしょうかね。だからやっぱりね、この一番奥のスマスロコーナー7月7日でも、各3台以上の機種に1台以上プラス7の日なんでおまけもついてる感じでした。でこちらセントセイヤ2台ありましたけども、左の方の台ですね、こちらの台、ついにセイヤに入ったのかなという。でこのセイヤなんですけど台番覚えててください、はい、次のコーナーラブ城のこれも227番台かな。あおむむむのねかのスタンプまで出てます。でまあ、ここが今日の多分全でしょうね、まあ、全員、主人公3人主人公3人のギーギーまでらしいんですけど、まあ、ここがワンチャンフランシーヌ出てもいいかなっていう感じらしいです。だからいつもの全の時のパターンですよね、主人公3人主人公3人主人公3人出てもいいけども1個だけフランシーヌ出てもいいよみたいな。さあ北の健康なんです。もうかなりの台に札ついてます。金色の5000枚オーバー札もチラチラついてますけど、一番左の台がですね これ、ここも237番台でございますけど、出玉の方はプラスちょいぐらいなんですけど虹トロ出てます。で後ろの台、これ258番台ですけども、これ5000枚出ております。まあこれはいつもで言うと角なのかな。でそのお隣が、5000枚オーバーでございます。初当たり18回これ金トロまで出ております。初当たり14回、こちらキリントロフィー出ておりますけどマイナス席ってきました。北斗は今日呼ぶ位置ぐらいではありそうです。でさらに一番多くここ、18回引いてますけどこれも金トロ出てます。さあとなるとどこ見ていけばいいか分かりましたよね。はいこちらです、乙女方ですけども267番台。まあデータはねこういう感じでしたね。でも回ってますよ5000やはり。で後ろにもこれはい277番台、番長ホールでございますけども、かなりへこんでおります。まあありそうなんだけど点々点みたいな感じで富士山すら出てないです。ただ今までここに見ても来てもらったら分かると思うんですけど多分、まあ、この後何かしらは出るんじゃないかと思います。287番台、6500回ってプラスです。でゴールドギアスかなり回ってます。お隣の前も7000回ってます。揉まれて揉まれて最後だけ揉まれちゃいましたけども、前代、朝一に同トロが出たのかな。はいこちら317番台7個積んであります。アイリスシナリオの守るくん出てこないやつが出ます。でそのお隣にもアイリスシナリオの1,2,4出てます。だから今日は2台止まったんですね。やっぱり予想はしてました。でね面白かったのがこれ、はい、エリカの ART、これ前代金トロ出ております。後ろのカバネリコーナーでございますけども今日ねカバネリはね見えたのがこれ1台だけでした。この台がレインボートロフィー出ております。さあこちらのジャグラーコーナーの方も来ても、前ジャグはいつも通り、まあ、ありそうだなって23の30とかね125分の1、あとはこれちょっとねビッグが引けなくてきつそうな松奈良なんですけども17の26、でその後が3箱持っていて31の20、一定の比率が入ってるかなって感じです。ジャグラーの中で注目がここいつも強いアイムの角っこちゃん28の26115分の1、
これひどいね、15-31、レギュラー212分の1だけどガッツン押し通りました。でその隣が19-24、でその隣が28-27という、でその隣も20-21、はい、まあアイムはあの全部あってもよかったのかなって感じです。で1台がまあまあまあ確率的に見てもてっぺんあってもいいかなって感じで、あとはまあ4-5なのかな、まあ実際ちょっと分かりませんけども、まあ、見る限り今日はアイムに固めた可能性はあるなと思います。またまた松奈良強弱ですけども、21-37、ちょっと失礼いたします。これね175分の1、112分の1ってことで、そしていつものここのね強弱の角にも22-26プラス1000枚ぐらいかな、レギュラー229分の1の合算124分の1ってことです。ジャグラーもいつも通りプラス松奈良って感じかな、18-18プラマイ0ぐらいかな、バーサスよう入るんだけどね。で今日バーサスがちょっと元気なかった理由が他でもございます。隣の、パールサー対抗32-23で4箱持ってますからね、これも367番台で松奈でございます。あとはワードラですけども、これもあの打ってる人変わっておりません、現在ちょっと揉まれてプラス1000枚いかないぐらいになってますけど、まあ、打ってる方の予想設定は5ということでございました。さあ最後の端っこのバレていきましょう。プラスの台が本当に多いんですよ、プラスプラス。でまだ打たれてるんですよ SAO、 これも SAO もこれ松奈ね、これもプラス、マジハラ8ね、いつも通りもう6500回ってますからね。でここは僕が打ってた、ライダーセブンライダーズ、でその隣の、ウルトラマンティガも終始、抜けて抜けてので、ウルカのセブン4がすごい綺麗なグラフで最終的にはですねきっちり3000枚近くもお持ち帰っております。さあというわけで、久方ぶりの7月7日店内状況いかがだったでしょうか。まあ、各種データまとめたものはこの後またエンディングに戻って発表したいと思いますので、そちらの方もご覧になってください。以上です。年一感はあったでしょ。いつもはまああって1台だっていう前が、今日はだから3つですよね。カラクリに、エウレカの ART とアイムか、フェイクみたいのもあったよね、多分ギアスとかがそれだよね。一応もう下はないよみたいなコーナーなのかな。もしかしたらでも全然だったかもしれないしね。松奈がやってましたね、本当大変申し訳ございません。朝一に松奈は多分ないと言ってね、あのピートリックマーメイドの年に一度7月7日を舐めておりました、はい、さらにどうなんだろうね、あのエウレカとかが僕が言ってた通り、その7まつわるなのか、たまたまこのねエスカレーター側から固めただけなのか分かんないけども、一応だから7まつわるってことにした方が俺も1個予想当たってたってなるんでセブンライダーズも一応ハゲてたじゃんね。であのバラエティの横のあのエウレカの4の方もね出てましたから、だからセブンはあったんじゃないかなってことで、どうです。だって北斗の剣だっていつも以上の配分でしたよ、4分1ぐらいは入ってましたからね。あの壁側のバラエティがねかなり出玉積んでて、でまあてっぺんかって言われたら難しかったけどもね、僕の台もそうだけど、わありそうだっちゅう台がすごい結構な比率あったんですよね。そうだ、あとは AL の消防隊ね、前回両方ともちょっとダメっぽかったけど、今回は片っぽがあのアイリスシナリオの守君なしなやつと出てましたから、でもう片っぽがアイリスの124か出てたんでね、両方ともやっておりました。まあさすがは年一って感じではありましたよね。だから簡単に言っちゃえばノーちゃんの島はほぼなかったと思いますんでね、まあ、全機種全台が埋まるのをちゃんと見越した、配分になったんじゃないかなと、お見事でございました。ただ皆さん7月7日が年一って言ってますけども、これはピートレという収録に関しての話ですよ。お店の実際の年一周年日はこの後7月の27日でございますから、今回見ていただいた映像以上の店内状況になるんじゃないかなと私は予想しておりますので、ぜひとも皆様楽しんできてください、はい、さあというわけで今回のピートレは以上でございます。まあ今回ね抽選悪くてたまたま取ったセブンライダーズでございますけども、なんかあの辺の壁際のバラエティなんか触るのも
たまにはいい刺激だなと思いました。なのでね、今後もまあ抽選番号が抽選番だった場合はあんまり今までね、出ちゃうウェブチャンネルの中で映像に届けたことない台なんかをちょっと打っていってもいいかなと。言うてもピートレック豆で五反田店、あの壁際にもね、割とちょこちょこ使ってますから、その辺を皆様にお届けしていきたいっていうのもありますので、まあなんか壁際のバラエティの機種でこの辺の機種を一回打ってほしいなっていうコメントがあると余計打ちやすいので、皆様ぜひともコメントの方よろしくお願いいたします。さあ、そして来月以降もですね、生きのいい寝台いっぱい入っていきますから、あのピートレに導入されるか分かりませんけども、その辺の寝台の中でも打ってほしい機種あったら同じくコメントの方よろしくお願いいたします。さあ、というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら、せーのー、ピー